ぐらをしたいと思います。お題は一押しだと思うものです。びっくりするぐらいあれをつけました。アザラシをつけてツイートしました。やへや止まった。びっくりびっくり。なんかあれですね、止まりました一瞬。ちょっと酔いました、すいません。なんか落ちましたアプリが。いけたかな、動いてよかった、すいません。やっほー、こんばんは。よかった動いた、よかったよかった。はい、昼公演ありがとうございました。これ何本あるんやろ、数えてみよう。1、2、3、4、5、6、7、8、3波24。あ、三つ編みだから。すごい、なんて髪型、なんか Y2 系です。下目ついの三つ編みいっぱいみたいな、三つ編みいっぱいの、可愛くないこれ。ここできて偉い。3の段は得意です。8本ぐらい、めっちゃいいですねこれ。またやろう、夜はもう決めてます。決めてますよ。今日はでもね、ちょっとこういう気分でしたね。始球式、そうなんです、ありがとうございます。始球式させていただきます。ワクワク、うん、編み込みハマってる。そう、三つ編みにハマってますね。そう、上新のです、上新さんの始球式にちょっとねやらせていただけることになって、8月9日野球の日に京セラドームで投げさせていただきます。頑張ります。ストレート。そうなんです、ストライク頑張ります。全力投球、すいません大好きです、ありがとうございます。そう、巨人じゃない、カープ戦なんで、カープ戦です。秋山選手です、多分だから一番左ですね。フォーク、そんなストレートでも制球なんです。ドキ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 、君の合間がズキュズキュ。何キロ目標、でもちょっとこの2ヶ月で球速上げたいなって思ってるんですけど、そっちにでも振り切りすぎたら次ストライク入らなくなっちゃいそうなんで、まずはコントロール重視のプラスいけたら球速ちょっと上げれたらなって思います。そう、グルメ大使の3人で全員ね違う日なんですけどさせていただきます。ちっさんは7月19日甲子園で行き
きたいなその日で、8月9日が私で8月10日が舞さんです。そうなの、そうチケットがね売り切れてるんですよ。もうそうなんです。回転数スナップかけるって、スナップ聞かせるってことかな。じゃあ肩から投げたらでもねちょっと早くなりましたね。最近肩から投げれるようになって、なので完売ですよね。そうなんです、私も決まった日に親に言ったら、見たらもうねなかったです。指先を使うんや。8月9誕生日です、おめでとう。いいボール投げれるようにね頑張ります。ノーバウンド東京、それはねもうそりゃそう、そりゃそうよフフ、投球フォーム構えからちょっと投げるまでが早い気がするんですよね。私足上げてシュッ、ここをもうちょっとゆっくりしてこうさ重心の体重移動をもうちょっと頑張れば出そうやなとか思ったりして、乗れてない気がするんですよね。教えてください、また球速早く出る方法こんにちは。そうナングラをねしないといけないので、皆さんいい案がございましたら教えてください。ナングラは今一押しのものを書いてくださいっていうものです。一押しなんだろう、一押しか難しいな、何が一押しなんだろう。そう絵を描くんです、ここに今ちぎりました、描きます。ワンちゃん、ワンちゃんの顔描くそうゴルフ、あー確かにアザラシ、そりゃそう麻雀してないです。うん髪がねないの、おめちーまこ、レッサーパンダかわいいよね。レッサーパンダ見に行きたい、神戸動物王国に行きたいです。レッサーパンダ見たい。サブ、おサブミャクミャク会いたい、会いました。うんどうしよう、一押しか、一押し砂猫、砂猫どうしよっかな、難しいな。ございます、一押しか、何してるだろう最近。が好き、ここはうん、皆さんの一押しは何ですか、教えてください。ちょっと意見を参考にしたいですね。皆さんの今の一押しを教えてください、私以外で私以外で。うん私しか来ないじゃないですか、自分をちょっと書いたらあれなんでね。今の一押し難しいな、織姫ジャパン、それはそう、アサイボール流行りのね、自分格めっちゃ
素晴らしいと思うけど素晴らしいと思うけど、巨人回り右して帰ってください。三つ編み小さん、これがいいなのか難しいな。一押し、やっほー、自分強いな。冷やし中華、おー、たこ焼き、いいですね。一押しのものは、なんかいつもね、あの MC とかもね、お題をこう出された時に考えるんですけど、本当に記憶がないんですよ最近。なんて毎日どうやって生きてんだろうっていうぐらい記憶がなくて、すぐね忘れちゃうんですよね、面白いこととかあったこととか。今の自分しか覚えてなくて、過去はねちょっと捨てていくタイプだからすごいなと思う。めっちゃみゆさんとかもそうやし、赤ぽんさんとかさ、めっちゃ過去の面白い話とか細かい話とかも全部覚えてたりとかして、すごいなと思って。本当にねないんですよねそうメモはしてるんですけど、そうメモの内容じゃないことが来た時にやばい覚えてないってなって、昨日ね友達とご飯行ったんですけど、その時の内容も覚えてないめっちゃ喋ったけど全然覚えてないですね。なんか不意に思い出すことはあるんですけど、そう記憶力興味ないんかな、分からんけど過去に興味がないんかな。昨日何喋ったかな、本当に分かんないけど、会ったら思い出すんですよ。なんかその友達と会ったらすぐあの話したなとか思い出すから、そう皆さんとの思い出は覚えてますよ、ちゃんと覚えてますよ昨日ラーメン食べた、それは覚えてるそれは覚えてます。確かに楽しかったら覚えてないっていうかな、確かに。写真とかにだから残すようにしてます、めっちゃ。写真とか動画とか何でも、食べたものとかも、すごいファミレスとかに行っても写真撮ります、私全部食べたもの。昨日何食べたなとか思い出したいから、この日これ食べたなとか全部めっちゃ撮りますね。メンバーとかにも撮るの、それ撮るのって言われるけど全部撮っちゃう。そうやって残してます記憶を。歌詞覚えられる、歌詞もね苦手です、覚えるのすぐ覚えられない。立ち位置とかは早いですね、めっちゃ振りもね結構覚えるの早いです。そうカメラホルダーやばいんですよ、3万5000枚ぐらいいってます。動画も3000個ぐらい、でもあの拡張してますめっちゃ、だから全然まだいけるんですけど、そう濃すぎて、多分毎日が濃すぎて、何ですか、薄かったらさあの時あれしたなとか覚えてるけど、ずっと濃い時間を過ごしてるから覚えてないんだと思いますね。そう感覚、え本当にそう直感型なんで MBTI そうなんです。濃すぎるとね、そうですよね、素敵なことです
これはこれはこれはまさか、うん、うわアイスだやったアイスアイスアイスやったアイスが来た嬉しい頑張れる何グラ忘れてないよずっと考えてるんですけど一押しのもの一押しちょっと思い出したらイチオシのものなんだろう。イチオシのものか。むず。夏？確かに。かりんとうの絵描いてましたね。赤パンさん。こういうの悩んじゃうんですよね、めっちゃ。レッサーパンダはかなりあり。なんか描きます。なんか描きます。こんにちは。パッと思いついたのちょっと書きますね。後でまた言いますそんなことあるって感じだけどこんにちは。やばい、時間がないのでちょっとランキングを読みます。13位炭酸せんべいさんありがとうございます。12位じんちゃんさんありがとうございます。11位じゅんやさんありがとうございます。10位まるるさんありがとうございます。9位ふっちゃんさんありがとうございます。7位レモン78さんありがとうございます。6位ダンさんありがとうございます。5位ギャオスケさんありがとうございます。4位しおつさんありがとうございます。3位ハイドさんありがとうございます。2位ともひこさんありがとうございます。1位さきしょさんありがとうございます。ありがとうございました。あと お弁当ヤンニョムチキン、なんで知ってんの、すごっ。私はヤンニョムチキンと角煮を取りました。最後にじゃんけん負けました。エビチリが良かったのにありがとうございました。夜公演もぜひご覧ください。バイバイ、またね。ナングラ乗せます